ワルシャワ・ブロツワ・フスタルガルト・ポーランド・カトリック教会は、ユトレヒト・ユニオン・ポーランド公会議、世界教会協議会に属しているポーランドのカトリック教会である。ローマ・カトリック教会には属していない。なおその名称に反し、ポーランドの多数派教会ではない。ポーランドで最も一般的な信仰は、バチカン・カンカツカのローマ・カトリックである。ポーランド・カトリック教会は、 アメリカ合衆国のポーランド国カトリック教会に属していたカトリック移民の帰国によって1900年代初期にポーランドで形成された。1945年、ポーランドの共産主義当局は指導者の司教がアメリカ市民権を持っていたためポーランド国カトリック教会を認めなかった。共産主義者からの圧力を受けた PNCC のポーランド教区は PNCC からの独立を宣言した。1951年に名称をポーランドカトリック教会に変更した。そして、教会の指導者は共産主義当局によって選ばれた。2000年5月26日に、ポーランドカトリック教会とポーランドのローマカトリック教会は協力関係を結んだ。ポーランドカトリック教会の進学は、ローマカトリック教会の政党の線と一致している。 教会は聖母マリアス家をするが、ローマカトリックのマリアム現在解体の教理を拒絶する。教会の典礼はローマカトリック教会と同様である。現在、ポーランドカトリック教会は111人の聖職者と80の教区からなる。ありがとうございます。